はい、どうもりです。今日弾いていくのが、こちら。一番くじ、鬼滅の刃、渦井天元剣山。はい、というわけで今回は久々の鬼滅のくじに挑戦していきたいと思います。鬼滅はね、少し前までアニメで遊郭編やってましたが、まあ、そちらが終わってね、まあ、少し経って発売ということで、結構ね、楽しみにしてました。早速ね、気になるラインナップ、さらっと見ていきます。今回ね、1ロット80本になります。ただね、ちょっと内訳がね、調べてもわかんなかったんで、まあ、そこだけね、割愛させていただきます。まず、A 賞、ビッグスケール渦井天元フィギュア。これね、20センチって書いてあって、パッと見ね、そんな大きくないのかなと思うんですけど、しゃがんだ状態で20センチなんで、まあまあ大きいんじゃないかなと思ってます。こっからね、少しスケールダウンします。続いて B 賞がかまど炭治郎のフィギュア。こちらがね、約14センチ。続いて C 賞、渦井天元フィギュア。こちらが約15センチ。続いて D 賞、橋平伊之助フィギュア。続いて E 賞、復刻バージョン、かまど禰豆子フィギュア。こちらが約10センチ。これが一番最初の鬼滅くじのフィギュアになります。まあ、前回ね、炭治郎の復刻バージョン出たってことでね、まあ、第2弾ということで、今回は禰豆子になってますね。懐かしいね。続いて F 賞、チョコノッコぬいぐるみ、渦井天元。G 賞、グラスコレクション。こちらが全5種のクローズドパッケージ。今回はモチーフイラストなんでね、結構使いやすいんじゃないかなと思います。続いて H 賞、キュンキャラハンドタオル。こちら選べる全9種類で、柱の国ですね。続いて I 賞、メモ帳セット。こちら選べる全5種類となってます。メモ帳セット初めてだね。結構実用的でいいね。はい、続いて、J 賞、キュンキャララバーマスコット。こちら、全14種類のクローズドパッケージ。今回は、かまぼこ体と、あと、柱。で、天元だけ2種類、アソートされています。そして最後が、ラスト1賞の、ビッグスケール、渦井天元フィギュアの、もうメタリックバージョンですね。お派手。これ普通に欲しいな。はい、といった感じのラインナップになってるんですけど、まあ、僕の狙いはね、もちろん、A 賞と B 賞。やっぱね、ビッグスケールってことでね、大きさを手に取ってね、実感したいし、あとは、伊之助の素顔が出たフィギュア、こちらの2種類を狙っていきたいと思ってます。で、鬼滅の一番くじといえばね、注意点があって、ローソンでね、開催される鬼滅の一番くじは、発売日当日の朝7時から。で、購入がね、1人5回までしか引けないんで、ここら辺ね、要注意。まあ、正直ね、前回ぐらいから、そんなに急がなくても、普通に買えたりしてるんで、まあ、制限ね、別になくても大丈夫じゃないかなって思うんですけど、いろんな店舗をできれば回っていきたいなと思ってます。で、何回引くかなんですけど、まあ、せめて10回ぐらいは引きたいなと思ってます。まあ、余裕があれば上位賞、どれか一つぐらいね、ゲットして帰りたいなといった感じです。アニメの影響もあるんで、どれくらいね、買う人がいるかわかんないんですけど、発売日当日ね、朝7時からローソン行ってきたいと思います。すいません、鬼滅の刃の一番くじいいですか？あ、こうやって回数制限ってあります？回数制限が1回計5回まで。はい、おはようございます。というわけで戻ってまいりました。いや、15回も引いてしまった。幸い行ったお店が並び直しありということで、
着いた時ね、2人ぐらい他にお客さんいて、で1周目でね、お兄さんが G 賞の伊之助のフィギュアを当てまして、うわー伊之助出たと思って、でその後ね、僕一人になったんですよね。もう帰っちゃって、でまあ誰もやってなかったんで、まあ一人でね2周して、はい、なんとかね A 賞のフィギュアゲットすることができました。早速ね天元のフィギュアから見ていきたいと思います。はい、というわけでこちら開封して組み立て終わりました。いやー本当にね、鬼滅くじではね異例の大きさなんじゃないかなっていうぐらい大きい。僕ね結構手大きい方ってやれるんですけど、もう僕の手がねすごくちっちゃく感じるぐらいね、めちゃくちゃでかいです。で今回台座こんな感じでね、ちょっと和風にこうイラストがプリントされております。はい、で足元からね顔に向かっていきますが、すごくねかっこいいですよね。これ刀のここら辺めっちゃかっこよくない？で顔がこんな感じですね。はい、笑っちゃいかん、まあかもなく不可もなくぐらいなんじゃないかなと。若干ね、若干だけどね、のっぺりしておりました。まあ、ただね、このフィギュアすごいのはね、後ろ姿。後ろ姿がめちゃくちゃかっけんな、これ。ほら。後ろ姿バリかっこいいんだよね、これ。で、日輪刀の塗装もね、派手めにちゃんとね、ゴールドになってんだよね、これ。で、しっかりね、指先もこんな感じでネイルされてます。なんとなくだけど、いつもよりね、なんか塗装の羽がなくて綺麗でした。いやー、これはね、めちゃくちゃいいね。これ、煉獄さんの時にもね、ぜひやってほしかったな。それぐらいインパクトめっちゃあってね、個人的にはね、好きなフィギュアでした。はい、こっからはね、もう、快勝のオンパレード、始まります。まあ、ただね、ランダム商品もあるんでね、楽しんでね、開けていきたいと思います。はい、まずね、G 賞のグラス。意外とグラス当たんなかったね。グラス2つ当たりました。じゃあ、1つ目いきます。せーの、はい。あ、これはね、ネズコだね。2個目、せーの、はい。これは、イノスケ、あ、天元だね。天元だ。ちょっと色で騙されました。はい、こちらの2つが出たんですけど、どちらもね、この柄がやっぱりモチーフになっていて、で、こっちにはね、刀の唾と、あと、ネズコは竹かな。あとは名前が載ってます。はい、続いて H 賞のタオル。こちらがですね、はい、3つ出ました。はい、僕が選んだのが推しのムイくんと、はい、天元、そして煉獄さんの3種類です。はい、こちら開封したんですけど、まあ、タオルは本当にね、いつもと変わらないような仕様です。アニメでね、次、ムイくん大活躍のところだからね、今からね、めっちゃ楽しみ。はい、続いてね、メモ帳セット。こちらがね、4つ当たりました。メモ帳セットね、初だからね、結構気になってました。はい、僕がもらってきたのが、炭治郎、禰豆子、伊之助。伊之助この絵めっちゃいい。そして、天元の4種類です。全員通。すまない。はい、今回、禰豆子をね、開封してみました。中どうなってんだろう、これ。中ね、じゃん。あ、結構普通だね。なんか和風な感じの背景になってます。全部一緒かな？全部一緒？あ、はい、これね、全部一緒でした。あ、個人的にはね、この真っ白の方がね、ありがたかったかもしれん。はい、続いて J 賞のラバスト。こちらがね、5つ当たりました。開けていきます。狙いは、伊之助無一郎です。では1個目、せーの、はい。あ、炭治郎。いいね。主人公から。2個目、せーの、はい。お、天元。藤の花バージョン。さあ、推しキャラ来てないよ。3つ目、せーの、はい。あ、しのぶさんですね。かわいい。4つ目、せーの、はい。オーバーライ。ちゃんとね、カブラ丸がいました。はい、ではラスト。できればね、ここで引きたいな。最後、有忍びを飾りましょう。せーの、はい。かぁ、かぶった。はい、というわけで今回は一番くじ鬼滅の刃、宇髄天元剣山引いてきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、今回15回引いたけど、まあ、A 賞のね、本当にビッグスケールフィギュア、これ結構良かったんで、また今後もね、でかいフィギュア、ぜひね、ムイくんとかで出してほしいななんて思ってます。はい、こちらのくじ本日発売で、1回680円になります。取扱い店舗ローソンになりますので、気になる方ぜひ引いてみてください。もしね、引いた方いらっしゃいましたら、ぜひね、コメント欄で結果教えてほしいです。はい、今後もね、一番くじや僕の好きな作品のくじ動画、開封動画等アップしてます。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。